7月の終わり頃に始めるラジオ体操も8月の半ばの頃には日向でやるのつらいっていうぐらい暑くなったりとか、セミの鳴き声がの鳴き始める時間が早くなったりとか、あるいは遅くなったりとか、この間は8月15日、やはり12時に黙祷をしましたけれども、その時間には8月6日の8時15分ほどはセミが鳴いていなかったなというのが今年の印象的なことでした。セミに託してという曲を